Hello everyone, this is しーちゃんです。チコリータです。ちょっと秋花粉がすごくてちょっと聞きづらいかもしれないですけど、よろしくお願いします。で、今日は前回やったダブルから始まる7つの疑問詞、 Who, Whose, What, When, Where, Why, Which の続きとして How について紹介していこうと思います。これも一つフレーズというか使い回しの効く単語みたいな感じで覚える必要はあるんですけど、ぜひ最後まで聞いて一緒にインプットしていければなと思いますので、よろしくお願いします。その前に前回の動画の雑談の続きで、2019年の3月に私の夢だったイギリスに行ったっていう話を少しさせていただきます。2019年は私の大学の卒業の年だったので、社会人になる前に行かないとと思ってアルバイトをしてお金を貯めてイギリスに行くことになりました。当時学生だったので一番安い航空券を探したり、安くてちょっといい感じ、安いけどいい感じのお宿を探したりしてました。そしたらパッてドア開けて、うちの母親がガッて入ってきて、私も一緒に行こうって、何回か私がイギリス行くって時に私も行こうかな、あーやめとこうかなみたいな感じで話をしてたんですけど、私はもともと一人で行く予定だったんですけど、母親が結局私も一緒に行こうわって言って行くことになりました。だいたいこういう金額感とかも決めてたので、こういう最安値の旅っていうんですか、そういうのでいいんやったら一緒に行ってあげるわみたいな、ちょっと上から目線で返事した記憶があります。イギリスって物価が本当に高くって、特に食事が高くって、今考えると現地での滞在費が全然なかったなって思います。多分毎日マクド食べるんかみたいなぐらいの滞在費しか多分持ててなかったと思います。あと観光とか移動方法とかについても、うちの母がすごい日本で調べてくれてて、一人ではここまでできんかったろうなっていうのはすごく感じてます。行った期間が2週間あったので、行った場所も結構たくさんあって、まずガトウィック空港に着いて、そこからストラットフォード・アポン・エイボンっていうシェイクスピアの故郷の町に行きました。で、そこのマナーハウスっていう、なんか昔のその土地のお金持ちが住んでた家を改装したホテルに泊まったりもしました。その次バイブリーっていう田舎町を訪れて、めっちゃ綺麗なところなんですけど、でその次は湖水地方のウィンダミア、ピーターラビットのエリアって感じのところに行って、その次スコットランドのグラスゴーまで行って、次エディンバラまで行って、そっからぐーんとロンドンまでバスで、バスがなかなか大変だったんですけどね、トラブルいっぱいあった。でこのバスでロンドンまで行って、滞在をロンドンにして、そこからオックスフォードに行ったり、プーコーナー、プーさんのふるさとに、私の夢やったところですよね、そこに行ったり、ロンドンの街を散策したりっていう、本当に本当に充実した2週間でした。充実しすぎてロンドンの街をあんまり巡れなかったんですよね。実は田舎町がすごい楽しかったっていう充実した2週間になりました。でこれがいい充実だけじゃなくって、もちろんトラブルがむちゃくちゃあって、私結構余裕なくなっちゃうと怒っちゃうタイプなんです、余裕がなくなると怒ってしまう時もあるんですけど、特に家族の母やから言いやすかったっていうのもあるかもしれないですけど、本当に、そういう余裕のない私を見て、英国のイギリスの方とかは大丈夫とか道教えるよとか、すごいたくさんの人に声をかけてもらって、その度に本当に嬉しくって、でちょっと母の方を見たら、うちの母は英語わからないんですけど、伝わるものはあるんでしょうね、こう優しく喋りかけてもらったとか、すごい嬉しそうやったのを覚えてます。うちの母親も最初は本当にね、イギリスにいるのに日本語でありがとうございますとか言っちゃってたんですけど、もう滞在してしばらく経って Thank you、 しかも発音のいい Thank you を言うようになってました。今でも本当に思い出に残ってる旅で、これが楽しすぎて、実は母とはそのちょうど半年後ぐらいにまたイギリスに行くことになってます。こういう話も含めてまた雑談させていただきます。
はい、じゃあ今日の本題である How についてお話ししていこうと思います。 How っていう言葉に、あ、ごめんね。 How っていう言葉にはどのようにとかどうっていうニュアンスがまず含まれていて、で大きく分けると3つの方法で文章を作ることができます。これらを紹介していきます。まず1つ目は How プラス普通の文章っていうパターンで、1個目はまず一般動詞の疑問文で説明していきます。例えば How do you go to school? Do you go to school? は普通の疑問文、学校行きますかっていう疑問文ですよね。それにプラス How、 どうやってっていう言葉をつけて How do you go to school? だからどうやって学校に行きますかっていう文章が作れます。次は How を主語っぽく見立てた感じで疑問文を作っていきます。これもダブルの疑問詞の動画を見てくれてる方はなんとなく想像をついていただいてると嬉しいです。まず普通の疑問文じゃない例文を上に出しますね。 Yesterday was your birthday party. Yesterday 昨日イコール your birthday、 あなたの誕生日会イコール、いけてますかね。 B 動詞の文章の時は主語イコール何かっていう文章になってたと思います。これと同じように Yesterday の部分を How に変えると How was your birthday party になって、どうだったイコールあなたの誕生日だから、あなたの誕生日会はどうでしたか、どうだったっていう疑問文が作れます。じゃあ次は2つ目で How かける形容詞プラス疑問文っていう形があります。なんか呪文みたいなことを言ってしまいましたけど、形容詞っていうのはここまで複雑に考えなくてOK です。ちょっと私が説明しやすいので使ってるみたいな感じで捉えてもらうと嬉しいです。まずは定番フレーズをいくつか紹介するので、それを覚えてもらえたら嬉しいです。じゃあまず一つ目は How old are you? How old の部分、どんだけ古いっていう意味になって、イコール you だから How old are you? どんだけ年重ねてる、いわゆる何歳ですかっていう疑問文ができます。じゃあ次2つ目 How tall is Tokyo Tower? How tall? どんだけ高いっていう意味になって、 Is Tokyo Tower? どんだけ高い東京タワーはってことで、東京タワーはどのくらいの高さですかっていう疑問文ができます。いけそうでしょうか。パンクしそうな方はぜひ動画を巻き戻しながら何度も見て、動画を止めて覚えれるように、頭に1個でもいいから入れれるように頑張ってみてください。じゃあ次3つ目、 How often do you eat rice? How often もしくは How often、 どっちでもいいです。読み方は How often でどのくらい、頻度を聞いてる感じです。 Do you eat rice? はあなたはお米を食べますかっていう疑問文だから、 How often、どのくらいの頻度、 Do you eat rice? あなたはお米を食べますかっていう疑問文だから、 How often do you eat rice? どのくらいの頻度でお米を食べますかっていう疑問文がガチャンってしたらできます。次4つ目は How long does it take? How long? 聞いたことありますかね。 How long? はどのくらいの長さ、ここの長さっていうのは時間を問うときに使います。 How longDoes it take? それは取りますかっていう疑問文。 How long does it take? どのくらいかかりますか、どのくらいの時間がかかりますかっていう文章になります。で、このフレーズはよく出てくるので答え方まで覚えてしまいましょう。 How long does it take? って聞かれたら It takes なんとか minutes, hours, seconds とかを使うんですけど、ここでは例えば10分かかりますっていう風にするとしたら It takes 10 minutesになります。で、ここの動詞が take ですよね。 take っていうのは取るっていう意味なんですけど、時間を取ってるっていう風に思うと理解しやすいですかね、この単語が来る意味っていうのは。今日紹介する形容詞の部門ではこれが最後なんですけど、 How much is the painting? How much はいくらっていう意味ですよね。 Is the painting この絵、いくらイコールこの絵だから、この絵はいくらですかっていう疑問文になります。はい、
という感じになります。 How の隣に来ている言葉、これが形容詞になります。まあ、ここで覚えてほしいのは How とこの単語が隣に来るとこういう意味があるんだなっていうのを一つでも多く覚えていただけると嬉しいです。と言いながらも、これらを覚えるのっていうのは、で耳で聞くだけだと全然ね、その時は頭に入ってても数分後には忘れちゃうっていう事態が私にも多分皆さんにも起こってしまうと思うので、何回も動画を見直すのもいいと思いますし、あとは紙に書いたりして口に出して練習する、そういうことで頭に少しでも残せていけたらいいなと思うので、ぜひトライしてみてください。応援してます。はい、じゃあ最後の3つ目を紹介していこうと思います。 How many 何々、何々のところは名詞、物の名前が入るんですけど、これを使った疑問文を紹介していきます。 How many プラス名詞の文章では、この名詞の部分がいくつある、何個あるっていうのを聞きたいときに使える文章になっていて、例えば How many Pokemon do you have? という文章だったら How many Pokemon? 何匹のポケモンプラス Do you have? 持ってる、まあここで言うと買ってるになるから、 How many Pokemon do you have? で、あなたは何匹のポケモンを飼ってますかっていう文章になります。で、他にも How many people are in the world? How many people? 何人の人 are は、ここで言う are は存在を表す are ですね。 in the world 世界という中に存在する何人っていう文章になるので、 How many people are in the world? で、世界中に何人の人がいますかっていう文章になります。はい、これらが How を大きく3つに分けた使い方になります。今日紹介したものをある程度形として覚えてしまうと、少し単語を変えたり疑問文を変えることで応用が効くフレーズになっているので、ここは頑張ってダブルの疑問詞7つと一緒に覚えてみてください。 How を定着させるための問題シートみたいなのを作っているので、概要欄のリンクからぜひダウンロードしてみてください。それでは今日のレッスン&雑談は以上になります。少しでも役に立ったなとか、良かったなって思ったら、ぜひいいねで応援してください。コメントもいいねもとっても嬉しいです。次回の動画も見逃さないように、ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。Bye for now!